便利な工具の便利っぽいですね。便利、うん、なんかね、工具の紹介したくて、何の工具かっていうと、ボールエンドってあるじゃないですか。あのこの辺に出しときますけど、ボールエンドね、ボールエンド。ちっちゃいからね、これ。このちっちゃいボールエンドを切るのがめちゃむずいんですわ。これをまっすぐ切るのはね、もう本当に名刀を持ってくるか、まあ、カッターでギコ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 切る。でもね、これそうギコギコ切るのも難しいんで、結局なんか綺麗に切れたこと一回もないし、なんかガッタガタになるし、ダンパーエンドのね、あの長さ詰めたりとかする人もいて、なんかこう左右合わないなみたいな。ダンパーエンドの長さが左右違うのね、結構致命傷になるかもしれないんで、そういう時に、まあ、なんかないかなと思ってですね、まあ、最後は綺麗に切れるっていうほどでもないんだけど、まあまあ切れたんから、このね工具、これね SK11 っていうメーカーのねパイプカッターなんですけど、これは割かしで、ね、切れるんです。綺麗に実演しますね。 X でね、あの右巻きさんって方やってて、俺この工具持ってるわと思って、自分でもやってみたらこれめっちゃいいなと思って、そのインナーバレルっていうのを切ってた時に使ってたんですよね。ここだね、あった。中にね刃がいるんで、こう例えばマーキングしたボールエンド、ボールジョイントを挟んで締めるんですよ。でこの締める時の強さがまあちょっと必要で、なんか感覚的にどうだろうな、ペットボトルのねキャップをねちょっと強く締めるぐらいで、締めたらこうグリッって回すんですね。グリッってグリッ、なんかまあ軽くなったなって言ったら、もうちょっとこう締めてグリッグリッと、もう一回これをねちょっと繰り返すんです。でまあ硬いなって思ったら、あのこういうスタさんのレンチとかでもいいもんで、この先っぽを引っ掛けてグリッグリッて、でグリッグリッてグリッ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 、おほら切れた、ほら、パイプカッターで切るとほんの少しラウンドするんですよ。だからそこを平らにならすような、目で見てね、なんだちょっとこう押し切るように切るんで丸いかなって感じになるんです。ただあのね、斜めに切ったりとかってそういうことはないから、まあ真ん中、まっすぐはまっすぐで、そのなんだろう、こうラウンドしてるけど長さは出てるんで、うん、いいかなって思うんだけど、こっからね、あんまり僕自分のYouTube でラジコンやってる動画でこうだよああだよっていうのとかね、まあ初心者に毛が生えたような感じなんで、大口も叩けないんで言わないんですが、ちょっとダンパーエンドとかボールエンドだけはですね、ちょっと言った方がいいかなと思うのが、長さとかですね、クオリティにこだわって切った方がいいと思います。これはめっちゃ大事なんです。もちろんデフとかね、ダンパーがどうだこうだとかね、いっぱい大事なのもあるんですけど、その大事なファクターにダンパーエンドとかボールエンドとかこう関節、これもうめっちゃ入ってて本当に大事なんですよ。これは自分で体験したんで、あのどれぐらい大事かっていうのが自分で分かってるから、あんまりメンテしてなかったから、あボールエンドちゃんとメンテしなかなとか言ってて変えたりとかするんですけどね、本当に関節大事なんで、俺が動く動かないとか、右と左が合ってる合ってないとかっていうのは、もう話が通じる通じないぐらいね、めっちゃ大事なんです。もちろん、なんかこうシチュエーションが、そのたまたま入って、関節が動かない、なんかもうガチガチだなって言ってても、タイム出てたりとか、早く走ったりする人いるんですけど、動かないよりは動いた方が、もう断然ね、断然いいし、いろいろ、なんだろうな、後でね、後悔しないというか、すげえ難しいんですけど、とにかくね、
大事なんで、これは本当にちょっとまあ適当にこうズガズガってってニッパーで切ったりとかはやめた方がいいかなと思うもんで、ちょっと動画にさせてもらったし、まあこういう工具あったら工具で切った方がいいかなと思ったもんで紹介したんですね。まあタイムを測ってる人ばっかじゃないかもしれないし、僕のチャンネル見てる人はサーキットに行ってる人が多いのかもしれないんですが、精度とかにこだわってね、切っていただけたらなと思います。もちろんこうちょっとバリってるからこうバリをきれいにして、ヤスリでもいいですよ、カッターでもニッパーでもね、こう根元からシャッときれいに切って、ノギスとかで長さ測ってみたりとかですね、ダンパー組んだらダンパーのシャフトの長さ決めたりとか、ターンバックルもそうですね、ターンバックルも長さ左右合わせたりとかっていうのはめっちゃ大事なんで、そういうものを精度がいるものを切るっていう行為をするもんで、ある程度ですね、クオリティにこだわって切った方がいいかなと思います。その走りがどうだこうだとかじゃないんですけど、切った方がいいかなと思います。で、ダンパーエンドを切らなくて済むなら切らない方法でいった方がいいと思います。例えばこのね、ダンパー調とかがいろいろ調整したいなっていう時に、そのこのダンパーエンド、他のメーカーのものが短いのあって、それ使えるんってんだったら、そのね、物を買って解決した方がいいです。なるべく切るっていう手段に進まない方が僕はいいと思うんで、ただ切るんだったら工具で切った方がいいですし、タミチャレとかですね、説明書の指示でも切らなきゃいけないシチュエーションがあるやつもあるんですわ。だからそういう時はですね、クオリティにこだわって切っていただいた方がいいかなと思います。すいません、ちょっと差し出がましい話になったんですけど、それぐらいなんか僕はボールエンドは大事だなと思うんで、ちょっと説明させてもらったんですね。なんでもしですね、切るときは工具があると便利ですよって感じです。